ングジャケット銀座店上田でございます、ただいま2022秋冬、リングジャケットナポリ受注会をしておりまして、その中で私の一押しの、アイテムを紹介したいと思います。私の一番のおすすめはこちらの、リングナポリの、カシミヤ 100% のダッフルコートになります。こちらのダッフルコートの特徴としましては、目付けが 640g という、コートの中で言っても比較的に重めの目付けなんですけれども、ナポリの仕立てで、ダブルフェイスで裏地もつけておりませんので着た時に非常にこう軽くて軽やかな、着心地になっているところに、惹かれてこちらをおすすめいたします。早速ちょっと着てみたいと思います。ダッフルコートなんですけれども、いわゆるこうトグルがついている、ダッフルコートではなくてもう少しこうクリーンなスナップボタンのものになっていて、どちらかというと少しこうジェンダーレスな印象のこうクリーンなコートになっています。で、色目もこういうライトグレーのカシミヤで非常に上品な、質感になっておりますので、着ていて柔らかくてとても軽いのが、印象になっています。このコートを着て、鏡の前に立った時に、旦那様であったりですとか彼氏様であったりですとか買われた方が、彼女様奥様にこれ私も着たいって言って取られるんじゃないかなとか、なんか兼用で使ってるようななんかイメージがこうパッと湧いて、なんかそれもなんかこうコートとしては、メンズのコートではなかなか珍しい感覚だなと思って、それもなんか惹かれた一つのポイントになっております。ですので今シーズン私が一番おすすめにしているのがこちらの、カシミヤ 100% ダブルフェイスのダッフルコートになります。以上です。ありがとうございます。こんにちは、銀座店の下道です。私が秋冬コレクションの中で、特におすすめさせていただきたいのはこちらのニットでございます。一応リングジャケットナポリからご覧の通りなんですけど、フルジップのニットです。ただ素材感、カシミヤ 100% に6プライで織られてる、抜群のこうタッチのニットですね。でこれだけでももう十分こう、存在感もありますし見た目も抜群なんですが、さらに中ミンクでございます。で一応こちらのミンクはカナダ産のでメスのミンクのこう素材を使用してて、実際触ってみても今までこう触れたこともないようなもう最上のこう質感でございます。私も実際ちょっと試着した時にこのジップの部分とかこういうところも湾曲してあるんですよね。この湾曲してることに応じてこう持ち手が非常にこう持ちやすく仕上がっておりまして、最上プラスこういう細かいところに配慮してるのとか、ちょっと他では見ないレベルのニットだと思います。もうぜひ店頭の方で試してみていただきたいニットになっております。ぜひご来店お待ち申し上げております。銀座店の高橋です。私の方から、2022 FW の、おすすめを1点ご紹介をさせていただきます。私がおすすめするのもこれ着ていますけども、カシミヤの、ストームシステム、表面がカシミヤで裏にこうフィルムを貼っているタイプなんですけど、これ私なぜいいかなと思ったのはまず最初はこの色ですね。色の表現としてはブラウンという表現が一番合ってると思うんですが、
これが入ってきた時にいろんなこうコート生地を私なりにこういろいろ見てみたんですけど、まあこの色がないです。で、カシミヤなんですけど、いわゆるこうカシミヤのこう鱗があるタイプじゃなくて、あのマットなのがすごくいいなと思いました。で実際こう着てみて、形的にも今回あの新型の、ダブルの、ラグランスリーブになっていて、まあ、ベルトがついたタイプなんですけど、ダブルのこう掛け合わせによってこの襟のちょっとこう表現がすごくあのワイルドな感じ でかつちょっとこう寄っていただけるとステッチの入り方もちょっと今までに比べるとちょっとこうワイドに入っていて、あの今日聞きましたけどのボタンもちょっと今までには使ってない新しいボタンになっているので、この辺りもすごく高級感があるかなと思いまして、でかつ着た時に、まあ、本当に前開けてこのような形でラフに着ていただくのも一ついいですし、ベルトがついているのでちょっとこうアレンジでグッと絞って止めるというところで、ちょうどですね、あの半年前ぐらいに SS の商品紹介、おすすめを紹介しているときに、フィールドジャケット の後ろの、パッカリングというかドローコードで絞った後ろ姿がいいって話したんですけど、実はこれもすごく良くて、ちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じですね。ちょっと余裕があるところをこうぶっとベルトで締めることによって出るこのギャザーがセクシーだなと思いまして、でストームシステムにしていることによって生地に結構張りが生まれているので、細かいというよりはちょっとざっくりした感じでなんかドレープ感がその緩やかに出ているのが非常にこういいなと思いまして、で先ほど申したようにあまりこう光沢がないマットなあのカシミヤの方がさらにその雰囲気を引き立っているかなと思いますので、ぜひですね、ちょっとまた店頭の方でこのあたりも確認していただけたらなと思います。以上でございます。ありがとうございます。